バスで来ました。来ましたね。旭川駅からバスで1時間半ぐらい。いや、2時間弱ぐらい。2時間弱だね、うん。いやー、ぐっすり眠れたまん。いやー、よかったよかった。ぐっすり眠れたまんって言った。誰？じゃあ、ぐっすり眠れたウーマンです。ええね。ここはやっぱロープウェイで登れるっていうのもやっぱ人気の理由の一つなんかな。そうだな。旭岳ロープウェイ、今回僕らは登りますけども、ロープウェイ乗り場から駐車場挟んですぐ脇のところから登っていきたいと思います。行くぞ。ヤマップオンです。はい、行きます。行きましょう。スタートグダグダです。こんな遅く出発したの久しぶりやん。まあ、バスの都合上仕方ないよ。私今日はもうそんなにね、ハードな参考じゃないから、ゆるく楽しく美しく清く正しく行こう。いい小川が流れてる。もう飛びかけてるやん、すでに。気持ちよくなった時だけ飛ぶやつあるね。まあ、大概の人がね、多分ロープウェイそうだね、使うけども、まあ足で登りましょう。そうだね。とりあえず今この現在地からこの石室、旭岳石室やねぐらいまで、まあ、2時間半ぐらいで行くかなって感じですね。コースタイムでこの間をロープウェイで行けちゃうと。そうそう、このことだよね。姿見駅までな。うん。で旭岳こう行って、今回はもうピストンかな。そうだね、ちょっとあんまり時間がないから、うん、よし、旭岳温泉入りたいからな。欲張らずに、はい、行きましょう。行きましょう。ちなみに今回歩くところもですね、ヒグマが出るような山域になるので、この熊鈴はしっかりつけてですね、そして左手にはこちらですね、熊よけのスプレーをしっかり常備しております。はい、はい、2人とも入れてるから、ね、2人とも常備してます。はい、行くぞ。ほら、うん、山頂が見えてるね。でかいな、雄大やね、やっぱり。よし、今日晴れやからこれ煮込めるね。ガス上がってこないでくれよね。今もこの木道がね、ちょっと朽ちてる部分もあるから、補修してくれてたね方々がいらっしゃって、まあ、そういう方のおかげでね、ここ歩けてるから。そうだね。通りすがりの際はもう全力のあれやんね、ありがとうございます言わないと。うん。ほんでやっぱりあれやね、行きか帰りか、うん、少しでも飲み物飲んだりとかな。そうそう、お金落とすことが大事やね。そうね。うん、そうしましょう。そうします。じゃあ下ではもうデラックススペシャル寄付ドリンクあるの、そんなすごい、なんか綿毛の花みたいなのがいっぱい咲いてます。こんなやつかわいいな。ねえ、タンポポじゃないよなこれ。じゃないな。なんだろう、すごい固有種みたいなの咲いてます。あんまり見たことないです。ちょっとな、朝早かったからお腹空いてきちゃって。マナバーのダブルレモン、これがいいんですよ。結構やっぱりね、もったりしたやつよりさっぱりして食べたくなるよね。そう、あのチョコレート系もね、いいねんけど、うん、これあんまさっぱりしたこういうやつなかったよね今までな。うわ、これなんかかかってるやん。うん、うまっ。どういう酸っぱい？うん、どんな感じ？なんか程よい甘さ、甘ーって感じじゃなくて爽やか。柑橘感じるってこと？感じる。うん、何系？レモン。ダブルレモン言うてもんな。レモンじゃなかったおかしいわな。俺が今おかしかったな俺が。うん、見えた。はあ、気持ちいい。後ろが見えたよ。ああ、いいね。
いやー、やっぱり広いね。広いね。北海道の山はもうさっきからずっと言ってるかもしれないけど、もう広い。こんなにね、広い山域っていうのも珍しいと思うよ。下にもう民家が見えますね。ねえ、雄大よ。山だらけ。なあ、ほんまにこう、海外ね、今あんまりこう渡航できないから、うん、でも海外気分味わいたいっていう人にはそういうちょっとね、壮大な、うん、みんなが思う海外のスケール大みたいなのが分かりやすく広がってるよね。いいですね。天気がやっぱいいとね、それだけでもう160点になってるからね。スタートがもう超えてるから100点を。そうで、2歩3歩と歩いていくたびに1点ずつ加算されていくから、どんだけ1000万歩歩くってこと。歩きすぎ。ほら、ここ設計残ってますよ。かっこいいな。かっこいいね。あそこにもちょっと設計残ってる。ほら、ちょっとだけやけどな。設計のその先に朝日岳らしき山容が見えました。今で登り始めて1時間ちょっと。気温晴れてるとね、直射日光が多いからその分日焼けしちゃうからね。長袖は意外と有効かもね。か半袖にアームカバーか。出ました。今日はガスが上がってきてないぞ。いいぞ。朝日岳温泉から 3.4 キロ登ってきまして、今から姿見の池経由で朝日岳に向かっていきたいと思います。ちなみに登り始めて今1時間10分ですね。お姉さん、ガス出てますねえ、うん、いいんですよ。いいんですよ。ちょっと自然の流れです。え、これ自然ですから。自然ですね。いいです。ガスが出てもいいと、うん、スカシッペやと思っといたらいいやな、うん、いやー、でもなかなかに存在感のある山ですね。これも結構ハイクアップするね。こう見るとさっきちょっと見たところで1600も行かなかったから、うんうんうん、だから800、700、800ぐらいに登らなくて。なるほどね、700、800ね。はいはいはい自然の流れに身を任せていきましょうか。じゃあこれも、お花がすごい咲いてます。すごいお花、ね、癒されますね。人がいっぱいね。この階鳴らしとくか。鳴らせんの。これヒーター鳴るで。一緒に鳴らそうか。じゃあ、はい、ね、おおこれ大切な愛の鐘らしいで。いい鐘やな。いい鐘やな。いいね。あの硫黄のガスみたいに出てるやんか。結構音でかいな。なんか音すシュワー言うて。おおおおおお、愛だね。愛いっぱいやね。あのね、噴出活動の目の前まで行けるということで、うん、ちょっとねこれ山頂を向かうルートとは別なんですけども、往復これ10分もないよね。そうや、あそこや。もうあそこのあの看板行きますか。うわすげえ、
すごい。ここからすごい吹き出してるよ。シュワーって。黄色いのが硫黄なんですか。あれが硫黄か。すごいな。十勝岳とか富良野岳、美瑛岳が一望できる展望台もあります。第五展望台いいな、ここな。うん、山頂のガス晴れてほしいな。すんごい涼しい。長袖でちょうど。そうだね。うん、半袖だったらもしかしたら寒いって感じる人もいるかもしれないね。あとね、このちょっとね、さっきのあの噴出活動のところからぐるーっと上がってきたんですけども、この辺り来るとやっぱり風の向きか分かんないですけど、すごい硫黄臭が結構強めの硫黄やね。クンって。僕はもうこのね4日間ぐらいの参考でヒゲが伸びちゃってヒゲ伸びてなってますけど、山男感が増したな。増しましたね。いいやん、かっこいい感じですね。そういいよ。ちょっと上来るとやっぱりね、うん、坂がそんなにきつくなくても、いやいいよね。十勝岳とかほら美瑛岳見て。いやいいですね。これよこれ、かっこいいな。大パノラマですよ。山頂行ったらもっと綺麗なんやろな。ガス晴れてちょ。いいよ。わあすごい、かっこいい。結構ざれてる、ね、うん、あんまり大股歩きせん方がいいね。これこれぐらいの小股で歩かないと持ってかれちゃうね。踏ん張りぐらいな。そやな。山頂は、山頂多分あそこやな。この辺り。多分ね。偽ピークじゃなければ。お、晴れてる。来て、晴れてる晴れてる。来た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 。すごい。うーわ。向こう見えたね。やった。広。あの稜線歩きたいな。お疲れ様でした。もろっこりよくない。え？がっつり歩きますよ、下りも。6Pのチーズみたいな。4Pですね、これ。カマンベールのね。カマンベールやな、これ、うん。これでワインなんぼでいける？1個もいけません。お酒ワインですいません。お父ちゃん。
朝日岳登頂ですね。山頂やっぱ人いっぱいいるね。すごいね、うん、人気の山。下りはね結構あのザレ場なんでストックを出してバランスを取りながら降りていきたいと思います。必ず山の斜面じゃない、山の谷側にストックを刺さないようにしないとダメですよね、うん、こっちに刺しちゃうとガッと落ちちゃうんで。石室まで降りてきました。下りはねそこそこ早かったかな。いやでも結構滑るからね。そうやね、ざれてるからね、うん、ストックある人ストック出した方がいいよね。そうだね、うん、1本でもあると全然違う、うん、バランスやっぱ取れるから、うん、それはあるよね。いやいいね。お子さんもね結構多くて、うん、すごいよみんなね、うん、頑張れって言ったらうん言ってな、こんにちはって言ったら結構元気やね。元気やったな。かわいいわ、ほんま癒されるな、うん、これ宿泊目的だね、利用できなくてあくまでももうほんまになんか緊急時っていう感じだね、うん、あ、綺麗ね、すごい清潔です、綺麗、ね、もちろん2階建てかな、うん、へえいいね。じゃあこれより下山してまいりたいと思います、はい、よろしくお願いします。ちょっと曇ってきちゃった。今日はあの下山の先導していただくこちらのプロの方に来ていただいてますけども、飯食いプロの登山じゃないっていうね、飯食いのプロです。いかがでしょうか、飯は。うまいです。うまいですね、さすがプロ。わかりやすいな、うん、この人差し指の爪ぐらいのサイズにして食べてます。何を。このこういう、なんでかっていうとな、うん、飲み込まれへんくなるから。うーん、あ、これぐらいにして食べてるんですね。へえ勉強なる。何の話。降ります。最後まで安全にやんな、今言おうとして俺も最後まで安全にを。ここかぶってくるか、まさかの違うか。安全登山大事。そらしたな、はい、山の下山地って何考えてる。降りたら何があるか、飲み物、まず飲み物飲みたいよな、何か。出た、味付き。山でな、水しかな、大体飲まれへんから味付きが欲しくなるよね、うん、甘いの。まあでもやっぱり甘いのか、コーヒーで美味しいのがあればアイスコーヒーがいいかもしれない。うん、缶コーヒーじゃちょっと、ね、缶コーヒーじゃないんや、味気ないだろうな。うん、でもやっぱ1位はネクターなの。ネクターやな、ネクターがあればもう最高。じゃあネクターを夢見て、まあ、下山中ということで。そうです。うん、温泉そっちか。うん、多分。お疲れ。いえ。地図は？いえ。暑かったな。めちゃめちゃ暑かった。ビジターセンターで日帰り入浴ガイドもらいました。ビジターセンター、まあ、降りてきて一番近いビジターセンターから近いのがホテルベアモンテさんの温泉ですね。1090円、行きましょう。はーい、うまい、最高やな、最高。それ炭酸レモン、さっぱりしたやつ美味しいよな。この後お風呂ですよ。はぁ、いいね。ネクターあったけど、ネクターサワーでした。ちょっとお酒はちょっとね、うん。